同時に負けるの。ということで、今日は仮想通貨時価総額上位100ですね。こちらを伝えていこうかなと思います。皆さん、こんにちは。投資でレッスン3ライブのようちゃんです。今日は5月15日、18時27分、今 YouTube 録画しております。今日まず時価総額上位100ですね。こちらの方見ていこうかなと思うんですけども、今日私結構ね、驚いたというか、と思ったのが、同時コインがですね、今ランキング5位になりました。4位になったのがカルダのエーダ。同時コインがね、こう盛り上がってる中、こうしっかりね、値を上げてきたんだなという印象であります。ちょっと見ていただくと、こんな感じですね。当時も下がってるわけではないんですよね。上がってるんだけども、まあ、エーダがね、まあ、4位に上がってきたっていうのは、ちょっとこれは大きなニュースかなと思いました。同時がここからまたね、5位から4位ということで、まあ、抜かすってことも十分ありそうだなと思うんですけども、まあ、しっかりね、エーダが4位まで上がってきたというのは、これは結構大きなニュースかなと思います。ただ、まあ、3位、2位、1位はね、ちょっと時価総額が結構高めなので、まあ、4位のね、こう争いっていうのが、これからますます過熱を帯びてきそうだなというところ、まあ、今は4位にエイダが来たっていうのは、結構なんかね、大きなニュースかなって個人的には捉えています。今日仮想通貨市場はですね、先ほどコインチェックの通貨リストの方もお伝えしたんですけども、今日小動きですね、少し下げているものが目立ってきています。基本的には下げていると言っても、まあ、5%から、まあ、多くても10%ぐらい、そのぐらいのものなんですけども、そのような形で今日は推移しているのかなと思います。トロも5%ぐらい下落ですね。あとは目立ったところ、ほぼね、動いて、柴犬がちょっと13%安ですね。ちょっと大きく下げ幅広げてきたのかなという感じです。それから、まあ、ほぼもうお伝えするまでもなく、まあ、ちょっと主力のところはこの辺ですね。ウェーブスとかも小動きですし、ほぼそんなに目立った動きのものはないですね。チリーズ上がってますね。13%高。チリーズしっかりですね。スシスワップも9.7%高。この辺しっかりですね。ベーシックアテンションとかが4%、3%安ですね。オントロジーが8%安。そうですね。総じて今は、ベーカリートークが2.6%高。ビーナスが4%高。この辺しっかりですね。はい。ちょっと待ってくださいね。昨日動きが良かったヘデラ見てみましょうと思ったんですけど、ちょっと見つけられなかったですね。はい。ヘデラ。あれ？どこ行っちゃった。たまにわかんなくなるときありますけどね。100位以下に落ちてることはないと思うんですけど、見過ごしちゃったのかな。OKB が4.4%安です。あ、ヘデラありましたね。あ、今日は10%安ですね。昨日上がってたんですけどね。今日は、ヘデラはこちらです。10%安ということで、今日まあこんな動きで本当に上げてるもの、下げてるもの、いろんなね、やつがありましたけども、特にこうガツンと上げてたりとか、ガツンと下げてる、これはないですね。ほぼまあ10%以内のレンジの中にいるのかなと。レンジというか、まあ、枠の中ですね。そんなに動いてないというところ。まあ、買われてるものも少ないし、売られてるものも少ないといったところでしょうか。まあ、ただちょっと100以上になると少し下げ幅広がってるものもあるので、少し資金が増えてるよりは減ってできている、ちょっと売られているものが多いという一日になっているようです。こう見るとね、まあ、100位以内と同じだし、コインチェックの通貨リストにあったような、まあ主力のところですね、と変わらないですね。ほぼ変わってないです。こんな感じです。これ200位ぐらいまでですけど、ほぼ変わりないですね。ということなので、今日はまあ基本的にはちょっと利確が、出てきているので、ちょっと今、まあポートフォリオに円がね、まあ円だったりとか、その自分の
変えたものになっているという形なんで、まあ、少し余力がまたね、増えてきているというところがあるのかなと思うので、まあ、もう少しね、下げたところではちょっと上がってくる感じもあるのかなと捉えています。これ上がってますね。なんか、エナジードリンクのモンスターみたいですけど、色的にそんな感じです。でも仮想通貨って今ね、ほんといろんなのが出てきていて、まあ今アニマル系っていうのが話題ですけども、なんかアルパカとかね、いろんなのあるみたいで、馬のやつとかね、もうキリがないなと思うんだけど、ちょっと52ページ目見てみましょう。なんかとんでもないのあるかもしれないですね。でもここまで来ても動いてない。今これ52ページなんですね、コインマーケットキャップの。変わんないんですよ。だから特にね、何か目立って動いているものがなくて、小動きですね、今日は。このぐらいの時価総額でも 5% 以内ですから、買われているものは逆に今のところ少ないと、売られているものも少ないという感じなのかもしれません。この辺ちょっとなんかタヌキみたいな、可愛いですね。キツネ？キツネかこれ。犬みたいなのいますけどね。何でしょうこれ。こう。ちょっと見てみましょうか。見つけちゃった？もしかして。なんだこれ、犬だ、犬かな？カボス？カボスっていうのこれ。面白いですね。これまあ、マックサコインですね。これ上がるんじゃないですか？もしかしたら見つけちゃいましたかね？もしかして。これ上がりそうな気がするな。まあ、自己責任でお願いします。まあ、取引もほぼないのかな？でもちょっとチャート、チャート的には半値戻しぐらいまで来てるかな。微妙ですね。この辺でこう来てたらいいですよね。ゴーンと来そうですもんね。もうちょっと期間、どうだろう。でもなんか長く持ってたら上がるかもしれないですね。まあ誰も言ってないっていうね。カボスっていうんでしょうかね。可愛いですけどね。なんかでも怪しいですね。ランキングちなみに、5133位。これが100位以内とか来たらすごいですね。ウォッチリストに 19,083。まあ、結構入っているとは言えないこともないですけど、まあ動いてないですよね。まああんまり取引がないという感じですけども、まあこういうものが化けるかもしれないですよ。全然動いてないですけどね。そうですね。年間チャートでもこんな感じですし、月間チャート、1週間。動いてないですね、全然ね。一足でこんな感じですけど、ちょっと加工をしてるかなという感じもありますけどね。まあ、ほぼ動きがないね。はい。面白いですけど、この、どんなものかもわかんないんで、まあ、ただ絵柄ね。今流行りのものかもしれないという感じなんで、まあ数パーセントならいいでしょうね。ここに全力行ったら絶対危ないですね。危ないけど逆にわかんないですけどね。こういうものがっていうこともあるけど、まあよくよくどちらにしても調べた方がいいですね。情報がないかもしれないんで、まあそういう時はちょっとね、控えた方がいいかなって気もするけど、微妙ですね。知らなかったので。どうだろう。まあ、直感的にはどっちもどっちかなって感じですね。自己責任ですね。まあ、ただ安いから、本当にちょっと買っただけでも何億カボスとかなるから、そういうのは面白いんだろうなと思いますけどね。まあ、長く持てればね。ただまあね、ここにいろんなもののある中で、ここに行かなきゃいけないっていうのは、ちょっとギャンブルっぽくなっちゃうから、あんまりおすすめしないですけど、まあ、もしかしたらっていうね、ちょっとこう宝くじ的な要素はあると思いますね。で、今ちょっと流行りの中に乗ってるような気も、犬なのかどうかがちょっと、犬なのかな？マーク見、犬っぽいですけどね。なんだろう。キツネにも見えるけど。犬か、これ。ちょっとわかんないんで、その辺も、あれですね。よく調べていただいて、私はただ見つけただけなんで、これがいいかどうかもわかんないですから。あんまり、まあでもほんとスーパーにした方がいいでしょうね。ここは、少なければ少ないほどいいと思います。まあ買ったら買ったら逆に化けるかもしれないから、いいと思うんですけど、まあ、
変なの見つけちゃったので、ちょっと全然シナリオが変わって こんなことになると思わなかったんだけど、じゃあカボスコインちょっと気になっちゃったな。まあまあまあ、ちょっと後でどんなやつなのかね、調べてみようと思います。また調べて何か面白そうだなとか思ったり、まあ、もし万が一私が買ったら、ぜひそちらの方もレポートして、今のところ全く買う予定はございません。ということで、今回の、YouTube ライブ、お宝もしかして発見カボス。ということで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ご視聴いただきまして、ありがとうございました。